いやー確かにハッピーになるよ、そのニコちゃんがあれば。なかったら何？ハッピーになります。それでもいいです。そうですよね。ありがとうございます。TWENTY-TWOだーということでね、後ろが可愛いので今後ろを見てます。ということで、はい、いいよ、もう後ろアピール終わったんで。すいません、後ろが可愛いアピール終わったんで、もう市場挟んでみました。すいません、すいません。そうです。ということでね、今日は、はい、まあもう皆さん見てると思うんですけど、さすがに見てるな、僕らのね、メイクハッピーメイキングシリーズ、ああ恒例のメイキングとサイン動画シリーズね。もう本当に僕らの序盤からやってるやつ、俺らが作り上げたやつね。 YouTube 界にメイキングサインシリーズね。はい、それがなんとの今日は綾香バージョニングをやっていきましょうという動画ですよ。最終回ですね。最終回ですか？メイキングサインシリーズ最終回ですね。マジですか？多分です。もっともっと光るよということでね、見ていきましょうよ。どーい。皆さん見てない人もね、ぜひね、本家の方行ってみてください。絶対はい、もう見てますよ。あらおっとりしてる。一番おっとりしてる。一番おっとりしてた今。すごい。みんなちょっと元気にいくんだけど、引いて、あ、かわいよ。ビビった今。やっぱね、久しぶりに見るのもいいね。そうやね。そう。いい活動してるわ。はい。やっぱまあみんなそうね。結局みんなそうね。みんなそうとかいいから。緊張しとってんだね。そう、そりゃそうよ。そりゃそうかは限らんだろうね。それはごめん。まあそうよ。それみんなそうよ。それみんなそうよね。大体中学で乗るよね、チャリって。ピークだよね、中学が。そうです。小中がピークでしょ、チャリの。幸せな気持ちになりました。確かにチャリ乗ってないな最近。はいはい。俺のチャリ乗ってない事情は関係ないか今。関係ない。ごめんなさい、すいません、関係なかったです。写真ない。頑張ってください。頑張れ。もうね、これね、めちゃめちゃ可愛いと思う俺。このさ、どんなのがいいのシーンじゃん、これ。俺めっちゃ好きなんだよね、そこが。いっちゃ好き。迷宮ハッピーでどんなのがいいか。おお。はい、これね、これ知ってました？これオーディション会場に向かう途中らしいんですよ、これ。そうなんだ。もうメンタルやばいじゃん。強者よ、これは。もう強者の余裕で緊張しろよ、本当に。オーディションに向かうね、合格して帰ってる時じゃないから、うん、向かってる時だから。最強の人です。いやー、もうハッピーな気持ちですよ。もろまだしてくれるの、ハッピーな気持ちに。まだしてくれる。迷宮ハッピーだけに。ということでね、次はサイン動画っていうのがあるんですけどね、それを見ていこうかなと思います。そんなのあるんですか。皆さん、はい、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。TWENTY-TWOと初めてのコンテンツということで、初めてのコンテンツ、サインを決めてもらいたいと思います。決めましょう。決めてます。これめっちゃ前のやつだよね。いつ掘り出しとんの、本当に。はい。待ちましょう。待ちます。喋ろう。喋ろう。それは。この時間俺らがつなぐから。頑張ろう。頑張ろう。あ、これね、25度。ニナが1ってことじゃあ。ニナが1。50度のニナが1です。最高の一番傾いてたからね。喋ろう。喋ってます。あやかちゃんが集中してるから今。喋ろう。あやかちゃんが集中してる時は俺らが喋って、そう、あやかちゃんが喋ってる時は俺らは帰ろう、家に。そうしよう。なんでそれは早くしよう。何これでやばい。あやかちゃんが喋らなすぎてやばい。変なことしちゃってるもん。そう、焦ったな今の。焦った今、喋らなすぎてびっくりした。違う、もう書くし、本番の紙に。頑張ってください。頑張って。これなんか木をなんかまず書くのかな、確か。あ、これは違う方でした。すいません。これ綾香の絵ですね。確定の。で、やだね。で、ちょんと。シンプルイズディングベスティングってことだね。これでも見やすいよね。もう「あやか」って書いてあるもんね。わかりにくいし、やっぱりじゃん、世の中って。ほら「じ」あやかだけど「じ」だけどね。じなちょいみはい、いやー確かにハッピーになるよ、そのニコちゃんがあれば。なかったら何？ハッピーになります。何でもいいです。そうですよね。何でもいいって言い方は良くないですね。そう、もうむずいです。むずい、このね世間のね、そうさまざまなことに配慮をして発言をしていくのがねとても難しい。ある程度はねご容赦くださいって感じなんですけども、はい、やっていきましょう。はい、やっていきましょう。これ四つ葉のクローバーかな。あやかだけにね。あやかだけに。はい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 。緊張して。確かに。まあまあ緊張しょうがない。俺もするから緊張は。寄れば寄るだけいいから。そう。今の時代ね。フレンチと一緒。そう。フレンチと一緒だから。どっちかに寄ってるからフレンチ。書かせていただきました。お花を入れたかったってことね。ポイントでこの。WeDoの皆さんが笑顔になっていただけるように。確かにそこ重視してるね、あやかちゃん。俺らの笑顔を。素晴らしい。私はこの2つのサインなんですけど、これこっちの理由こっちも含まれてない？私には選べないので、じゃあこっちじゃん。こっちの理由こっちも含まれてるもんね。プラスあやかの腹がついてるからね、こっちに。じゃあもう2枚目やん。確定なんだよ大体の人。大体確定なんだよね。本当に。はい、可愛いね。はい、もちろんもちろんですぬですぬですぬは分からんけど、はい、お疲れお疲れお疲れということでね、まあニコ見ていったんですけども、他にもねいろんな人のやつやってるので、全員分かほぼ全員分やってるね。これ全員分ね、メイキング映像とサインの動画やってるので、まあ僕らの動画見てもらっても嬉しいんですけど、まあ絶対に本家見た方がいいので、絶対にね100、まあ僕らの動画見てもらうと嬉しいです。踏み台にして本家のところまで登ってください。で、着地してきてください、また。そう、またね、ジャンプして、ストンってね。そう。あ、で、時間ありましたらね。あ、そうです。本家見て、まだね、あ、今日まだ時間あるなって思ったら、まあ、とりあえず、22の。22。見ていただいて、僕ら22って言うんですけども、僕らの動画ね、見ていただけると嬉しいなと。そうです。ね。で、そこから他のね、他もいろいろやってるのでね、ぜひね、クイズ系、ゲーム系の方を見ていただけると。視聴回数えぐい低いんで、えぐい低いんで、それらだけ、ゲームとクイズだけが。お願いします。でも皆さんね、結構楽しめると思うんですよ、これ。そうです。そうなんですよ。20を好きな WeDo の方々ならゲームもクイズも楽しめると思うので、ぜひねそれ見ていただけるといいな。あらし、これ普通にありがとうございました。今日もご視聴かぶさはむりだ。あやかちゃんはやっぱり独特な雰囲気があって可愛いです。それ次回は未定です。ティージャーリアクションにするか、缶バッチ修正にするか、最新情報にするか分かんないです。でも見てね。バイバーイ。